はい皆さん、こんにちは。えー、今回は Pandas の、えー、後編です。えー、と早速、えー、始めていきたいと思います。えー、とまず Pandas っていうのは、えー、とどういうものだったかっていうと、えー、モデリング、機械学習の前処理に便利なライブラリで、まあ、あーで、データの加工処理だとか、まあ、具体的には抽出したり、検索したり、計算したりっていうことを できるようにやって、できるようなツールを提供しているのが、この Pandas というライブラリーになります。で、前回は、その Pandas の基本としてデータの表現ですね、シリーズっていうオブジェクトとデータフレームっていうオブジェクトを紹介しました。どういうふうに取り扱うようなものになってるかっていう風なものを紹介しました。 そしてまたそれをちょっとデータ加工するのに点値っていう加工をしたり、あとはそのデータを取り出したりっていうようなことを前回はやってみました。で、今回はもう少し違うことをやってみようと思います。で、データの加工ではあるんですけども、今度はデータを削除したり、結合したり、それから 集計したり、相当したり、それから欠損値、時々データの中で数値が入っていないものがあったりして、そこには何とか塗るとかっていうふうな、えーえーとまあ、データがありませんよっていう、そういう値が入っている、欠損値っていいますけども、そういうものが入っていることがありますが、そういうのを判定するっていうことが、まあ、時々大事になってきます。 でそういうのを一体どういうふうにやればいいのかっていうのを今回は見ていこうと思います。でえー、早速ですけども、まずデータフレームの行や列を削除する方法をまず考えますが、えー、と特定の行や列を削除するには、ドロップっていうメソッドを、えー、使います。で、えー、行を消すのか、列を、行を指定するのか、列を指定するのかは、アクシスっていうパラメータを使いますが、 えと、行を指定するときにはアクセスイコール0とします。で、列を指定するときにはアクセスイコール1というふうにやります。えー、具体的には、まあ、ちょっと次の例を見ながらあ考ええー、勉強しようかな。勉強していただければいいかなと思いますが、えっ、ー、と、まあ,あ、これが今回、えー、まず勉強する、えっ、ー、と、プログラムですね。まず、えっ、ー、と、Pandas を PD という名前でインポートしてきています。 そして前回の最後にやったように、えー、とディクショナリーで、えー、ディクショナリーの形で、アトミックナンバーと、ケミカルシンボルと、えー、エレメントネームと、えー、アトミックウェイトっていうものを、えー、読み込む、えーとまあ、ディクショナリーにして、そして、えー、とそれを、えー、p d ータフレームで、えっ、ー、で、サンプルアンダーバー データアンダーバー PD っていうものを、えー、に、えー、とデータフレーム型の、まあ、あオブジェクトを、えー、作ってあげると。で、それを、まあ、あプリントアウトして、えー、と表示させるとどうなるかというと、まあ、オリジナルっていうふうにまず、えー、とプリントしてからあと、そのサンプルデータ、サンプルデータアンダーバー PD, PD っていうのを えと書き出しますが、それはどういうふうになっているかというと、こういうふうに収録、えー、されます。で、えっ、ー、と、インデックスのところは012345689ってなっていて、で、アトミックナンバー、アトミックウェイト、ケミカルシンボル、エレメントネームっていうのはこういうふうに並んでいますというようなものが、まあ、オリジナルの、えっ、ーえー、と、で、えー、データフレームになります。 で、えっ、ー、と、カラムのところには、うんと、ディクショナリーのこのキーが、えー、入っているアトミックナンバー、アトミックウェイト、ケミカルシンボル、エレメントネームというふうに、えっ、ー、と、こ,こ、ここの、えっ、ー、と、ディクショナリーのキーがそのままカラムの中に入っているというような格好をしています。で、次に、えっ、ー、と、どういうことをしたいかというと、このエレメントネームの えーと列ですね。このエレメントネームが入っている、この列を落としたいというような、えー、ことを考えます。このエレメントネームを落と,す落としたような、ちょっと小さい、えー、とデータフレームを作りたいと。そういうときはどうする,するといいかっていうと、えー、とこういうふうに、えー、とドロップっていうものを、えー、使います。 このドロップっていうものの中に、えっと、エレメントネームっていうものを消しますよということで、エレメントネームっていうのをこの大角をつけて指定します。でその後ろに、アクシスイコール1って書いて、えっと、列。アクシスイコール1は列を表しますね。なので、えっと、それを、えー、エレメントネームって書いてある列を、えー、消しますよっていうことを意味します。 その結果出てきた表示は、まあ、それをプリントしたものが、プリントして出てきたものが、ここになるわけですけれども、まあ、上から比べてもらうと、確かにここのエレメントネームっていうふうにあったところが、消えてなくなっているのがわかるかと思います。なので、エレメントネームが、まあ、を1列付けしましたっていうのが、えー、とここの、えーとプロえー、ここの行でやっていることになります。 さらに、えっ、ー、と、今度は、えー、行ですね。カーボンを消したいっていうことを考えます。えっ、ー、と、まあオリジナルのところで見てあげると、このカーボンの量っていうのは、えっ、ー、と、インデックスでいうとちょうど5番目、アトミックナンバーでいうと6番目なので、えっ、ー、と、えー、1個ずつ小さい数字になってますね、インデックスがね。なので、インデックスでいうと、この5っていう数字の、 行を削除するっていうことがちょうどこのカーボンのところをカーボンのデータを削除するということになります。なので、えー、と同じように先ほどと同様に、えー、とこの5って書いてある行を消すにはサンプルデータ p d ドロップの5っていう行を消しますと。で、えーと、今度は、えー、列じゃなくて、えー、と横の行を消すので アクシスイコール0を指定して消します。で、実際にこういうふうなことをしてあげて、出てきた結果をプリントしてあげると、まずインデックスは0、1、2、3、4、6、7、8、9ということで5がなくなっています。で、そこを対応しているのを見てあげると、アトミックナンバーも6のものがなくなっているし、カーボンがなくなってる、ボロンからいきなりナイトロジェンに飛んでいると。 えー、放送から窒素にいきなり飛んでるっていうのが、まあ、あ確認できるかと思います。なので、まあ、実際にこれをやってあげると、えー、とカーボンの、えー、行の、カーボンが入っている行のデータがガサッとなくなったというようなものになっているわけです。まあ、こんなやり方でデータフレームの行や列を削除するということが可能になっています。 えっと次はデータの結合っていうものを考えたいと思います。これはパンダス .merge っていううな、まあ、そういう関数を使います。で、えっと、今回は2つのデータフレームを作っておいて、その2つのデータフレームをガチャンと結合して、1つの統合したデータにする、データフレームにするっていうことをやります。 で、えっ、ー、と、用意する、えっ、ー、と、データとしては、まず1つ目、サンプルアンダーバーデータとしては、アトミックナンバーとケミカルシンボルが書かれているもの。で、アトミックナンバーも1、2、3、4、5、6、7、9、10、それから、ケミカルシンボルも H、ヘリウム、リチウム、ベリリウム、B、C、N、O、F、NE というふうに、まあこう10個ちゃんと対応して、原子番号に対応して、えっ、ー、と、ケミカルシンボルもまあこういうふうに、えっ、ー、と、 書かれているとで、えーと、サンプルデータ、サンプルアンダーバーデータ2っていう方には何が入ってるかっていうと、アトミックナンバー1、2、3、1で飛んで3、4、5、6、7、8、9で10がないというようなそういうデータになっています。つまり、えー、とヘリウムのところとネオンのところの、まあ、データがないっていうようなそういうものになります。 で、えっ、ー、と、次はエレメントネームっていうのを、えー、データとして加えますけども、エレメントネームとしては、ハイドロジェン、リチウム、ベあとまあ、ヘリウムがないので、リチウム、ベリリウム、ボロンカーボン、ナイトロジェン、オクシジェン、フローライン。で、えっ、ー、と、最後に、えー、とネオンがある,あるはずなんですけども、まあ、あ今回はあ消してると。 えっと、気ガスの2つの2つの情報に関しては、この2つ目のデータの中からは、ヘリウムとネオンのデータが消えているということになります。アトミックウェイトも対応して、1.0で6.99.010.812.014.016.019.0で、えっと、ヘリウムの重,、えー、重す、えー、原子量と、えーっと ネオンの原子量が消えているというようなことになっています。それをデータフレームに変換して、1つ目のやつはサンプルデータアンダーバー PD、2つ目のやつはサンプルデータ2アンダーバー PD というふうな変数にデータフレーム型を放り込んであげると。それぞれをまず出力したのがここなんですけども、 えそうすると、結果としてどうなっているかっていうと、まあ、今言った結果がそのまま出てきていて、えっ、ー、と、インデックスが0、1234、56、七8 9で、えっ、ー、と、それに対応して、アトミックナンバーが1234、56、七8 9、10、えっ、ー、と、H、ヘリウム、リチウム、点々点のネオンまでちゃんと揃っているっていうのが、まあ、1つ目のデータ。で、2つ目のデータに関しては、 えっと、インデックスは0、1、2、3、4、5、6、7ってなってますけども、アトミックナンバーが1、2を飛ばして3、4、5、6、7、8、9で10がないというふうなデータになっています。で、それに対応して、まあ、アトミックウェイトと、えっ、ー、と、エレメントネームが、まあ、並んでいるというので、えっ、ー、と、2つ目の方が、えー、2行、えー、気ガスのデータが欠損したようなもの。まあ、いろんな理由があって、まあ、こういうふうに欠損、データが欠損するような。 えーまあ、こっちの、えー、とデータとこっちのデータと,、えー、と含んでいる量が違うというようなケースは、まあ、往々にしてあるわけです。でこの2つをマージするというのがこのマージ関数で p d m ー r g というふうなものに、括弧の中に、えー、とこのサンプルデータアンダーバー PD というのとサンプルデータツーアンダーバー PD というのを、まあ、2つ入れてあげるということをします。 そうすると、どういうことが起こるかっていうと、このアトミックナンバーっていうこの共通した部分を、えー、確認して、共通しているところがあれば、その共通しているところに関しては、えー、とこっちに、えー、と1つ目のデータに書いてあるものと2つ目に書いてあるものを、併記して、えー、と並べていくっていうようにしていってます。例えば、えー、アトミックナンバー1番、1番っていうのはどちらにも共通してあります。 なので、えーと、アトミックナンバーの1番のところには、えー、と1つ目のデータに含まれている、えー、ケミカルシンボルの H というものと、アトミックウェイトの1.0というものと、エレメントネームのハイドロジェンという、えー、データが入りますで、えーと。2番目のヘリウム、アトミックナンバーが2のヘリウムというものは、えーと、2つ目のデータに含まれていませんから、 と、マージした中にも、えー、と2番のデータが欠損して入っていないということになります。で、3番目のリチウムに関しては、えー、と、こちら、えー、2番目のデータにも、えー、と、リチウムの、えー、とデータがあるので、えー、と、3番というのが共通しているから、えー、と、3番のところのデータは、この中に、えー、マージしたデータの中にも入っていて、えー、と、ケミカルシンボルのところには LI。 ですね、それからアトミックウェイトのところには6.9それからエレメントネームのところにはリチウムっていう風なものが入るとまあそういうふうにして、えーとまあ、例えばあとカーボンぐらいに見ていきましょうか6番で C っていうもの 6,、まあ、6番6番が両方一番、えー、最初のデータと2つ目のデータに入っているのでこの6番のところは、えー、ちゃんとマージされて、えーとえー、より絡むの長い、えー 行としてこういうふうに現れていて、6番、アトミックナンバー6に対しては、ケミカルシンボルの C とアトミックウェイトの12.0、それからエレメントネームのカーボンというのがそ揃って、こういうふうな行が生まれているということになります。それが共通している部分原子の分だけこういうふうに並ぶということになります。 まあこれが、うんと、パンダスのマージっていう関数の、えっ、ー、と、仕組みになります。まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、えー、データ、2つの、えー、違うデータがあったとしても、まあ、多少ちょっと欠損したで行があったとしても、えー、食い違っている行があったとしても、共通のところだけうまく取り出して、えっ、ー、と、マージしたデータを こういうふうにデータフレーム型、二次元のデータフレーム型で作り出すということをやってくれるのが、パンダスのマージっていう関数になります。次は集計っていうものを考えてみたいと思います。今度は、えー、とまず元にする、えー、とディクショナリーの中には、 アトミックナンバーとエレメントネームとアトミックウェイトとケミカルシンボルとあとメタルっていうものを入れておきます。このメタルっていうものは、えー、とメタルかどうかっていうものを判断するもので、えー、と例えばハイドロジェンは金属,原子じゃな金,金属原子じゃないのでノーです。リチウムは、えー、と金属原子なのでイエスです。だからリチウムとベリリウムはあ金属なのでイエスイエスになるんですが 他のハイドロジェンとかボロンとかカーボンとかフローラインとかネオンに関しては、えっと、メタル、ノンメタルなので、えっと、ノー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 っていうふうに入っている。まあ、そんな、えっと、データも、えっと、ちょっと今回追加しておこうと思います。それを、えっと、p d 点データフレームで、えっと、データフレーム型に変換して、サンプルアンダーバーデータ、 アンダーバー PD っていう変数に入れておくということになります。で、その結果、まあ、そ,れをそのデータをプリントアウトしてあげると、表示してあげると、こんな感じになっていて、インデックスが012345689と。で、えっと、カラムのところにアトミックナンバー、アトミックウェイト、ケミカルシンボル、エレメントネーム、メタルっていうふうなものがあって、で、ここにはノ、ま、ー、あ no、とかイエスとかでこ、まあまあこういうふうに、えー ヘリウムからネオンまでのデータがこう入ったようなテーブルが用意されるということになります。で、ここから、えー、と集計していくわけですけども、まずは、えー、とグループバイメソッドっていうふうなものを使って、メタルで、えー、種類分けをしていきます。うん、とまあ、単純で、えー、と金属か非金属かでノー、イエスで答えてあるので、 えっと、ノ、no、ーで書かれているグループとノー、no、って書いているグループとイエスって書いているグループで、えー、分けて、えー、解析していきましょうっていう,ふうなのがグループバイです。まあ、あグループバイなんとかで、えっと、メタルによってグルーピングするっていうのはそういう意味の、えー、とメソッドになっています。で、えー、っとそこに、えー、アトミックウェイトっていうのを指定してあげて そこの後ろにさらにドット .mean っていうのを入れて、えー、とさらにこの mean メソッドを、えー、使ってみます。で、この mean メソッドを使うっていうことは、.mean っていうふうなものを後ろに書くっていうことはどういうことかっていうと、えー、グループ分け、えー、とこのメタルの y e イエスノーで、えー、と場合分けした後に、 それぞれのグループで、えー、とこのアトミックウェイト、今注目しているアトミックウェイトについて、平均を取り,取りなさいということになります。例えば、うん、とこのリチウム、ベルリウムしかない、このイエスのグループは簡単で6.9と9.0の平均値だから、まあ、7.95というふうなものになっていると。だいたいこれのちょうど間の値になっているということがわかります。 で、まあ、他のも1から20までバーっと並んでいて、それ平均されると12.125っていうのが、まあ、ノンメタルでの平均になります。まあ、科学的にこれ意味のある量かというと、全然意味のない量ではあるんですけども、まあ、いろんなシチュエーション、他のシチュエーションでグループごとに平均値を出す。まあ、例えば、えー、っと、期末試験をやって女子の平均点と男子の平均点を出すっていうふうなような。 ケースであるとか、まあそ,んなそ,まあ、そんな感じの時には、まあ、こういうようなやり方が、まあ、意味のあるような、うん、とメソッドになってくるかと思います。で、他にも、えー、といろんな計算ができます。例えば、ミンミンメソッド、それからマックスメソッドっていう、まあ、見たらなんとなく想像つくと思いますが、えーと、こういうものを作ってあげると、そのグループの中での最小値、グループの中での最大値を と、取り出すことになります。で、えっ、ー、と、まず、ミンメソッドの方では、まあ、あを使うとどうなるかというと、脳の方での最小値は、まあ、この1.0ですね。なので、ここに1.0っていうふうに出てきます。それから、うん、とイエスの中での最小値は、このリチウムの方の値で6.9です。それから、マックスの方ですね。マックスの方は、どういうふうに出力されるかというと、20.2と9.0っていうふう風に、えー、と、 出力されてるわけですけども、脳の中の最大値っていうことは、えー、とネオンのアトミックウェイトを答えるべきなので、まあ、20.2が出ていて OK だし、えー、とこの9.0っていうのは、このイエスのグループの中で、えー、とマックスのものなので、まあ、6.9か9.0、この2つしかないから、まあ、マックスの方は9.0というふうにこの答えが出てるということになるわけです。 なんかこういうふうなやり方をして、えー、とデータをまあ集計していくっていうようなことも、えー、パンダスではできるようになっています。えっ、ー、と次はまあデータの相当ですね。これはまあいろんなあ他のユニックスコマンドでもそうだしいろんなもので、えー、とできるようにはなってるかと思いますがパンダスでも、えー、とできるようになっています。例えば、まあ、今回は、えー このデータの中ではサンプルアンダーバーデータはエレメントネームとアトミックウェイトとケミカルシンボルのこの3つでやろうと思いますが今回は、うん、と間違えて、えー、ネオンを一番先頭に持ってきてしまったとそういうようなシチュエーションを考えてみたいと思います。で、えー、とそれに合わせて、えー、とデータフレームに 変換するとき、p d 点データフレームでデータフレームに変換するときも、インデックスを直接指定して、10番から始まって、123456789というふうに、原子番号でインデックスをつけるようにしています。でこういうふうにして作ったデータフレームの方、データフレームの えー、変数であるサンプルアンダーバーデータアンダーバー PD っていうものはどんな風になってるかっていうと、まあえー、それを出力してここで出力してあげるとその結果、えー、とインデックスの方には1123456789ってなっていてアトミックウェイトが20.2146.9点となっていてケミカルシンボルがネオン、ヘリウムあネオン水素、ヘリウム、リチウム点ていうふうに、えーと まあ並んでいるというふうなものになっているということがまあ確認できます。そして次に、えー、とこの s o イ t i n d e x というメソッドを使ってみます。この s o イ t i n d e x というのを、まあ、このピリオドのんとサンプルアンダーバーデータアンダーバー PD の後ろに ドット、ソートアンダーバーインデックスっていうのをつけるだけなんですけども、これをつけてあげると、どういうことが起こるかっていうと、このインデックスで、えー、ソートをかけるっていうことをやります。で、実際に、えーと、この10っていうのは一番大きな、一番最後に出てくるべき数字なので、この一番最初の戦闘行があ、まあ、一番、えー、と後ろに、えー、追いやられたものが、 まあここで出力されるということになります。これがまあ一つ目の相当。インデックスで相当しましたよっていう結果になっています。次に、えっ、ー、と相当アンダーバーバリューっていうメソッドを使います。で、えっ、ー、とこれを使うとどういうことが起こるかっていうと、えっ、ー、と選んだまあサンプルアンダーバーデータアンダーバーピー p ーのドットアトミックウェイトっていう、えー、この えー、カラムに対して、えーと、ソートバリュー、値で、えー、値の大きさで、えー、と並べ替えをしなさいっていうものになります。で、えー、とこのアトミックウェイトを見て、えー、大きい、えー、小さい順に並べましょうっていうことにするのであれば、まあ、当然ながらこの20.2の書いてあるところっていうのは一番最後になりますよということで、えー、とここの出力はどうなっているかっていうと、 1>, えと1から146.9てん点ん19.0で一番最初に戦闘業にあったこの20.2が一番後ろに来ていますとそれに合わせてインデックスも一番と10っていうのが、まあ、一番下に、えー、降りてきてますよっていうのが、まあ、ここでも確認できますということになります、まあ、こういうようなあーソートインデックスソートバリューっていうふうなソートバリューズっていうもので えっと、データフレームの、えー、中の行、えー、を相当し、をかけていくことが可能です。パンダスではそういうことをすることが可能になっています。で、何の判定ですね。えっと、ちょっとまずサンプルプログラムから見ていこうと思いますが、 何、えー、ていうデータを無理やり作るために今回はナンパイをちょっと、えー、使います。なので、インポート何杯 as np, np っていう名前でナンパイが、えー、使えるようにしています。そして、えーと、サンプルアンダーバーデータっていうのはあどういうふうに作るかというと、アトミックナンバー,あー、エレメントネーム、アトミックウェイト、ケミカルシンボルっていうふうなもので、えーとまあ、それのディクショナリーで、えー まあ先ほどからやってるような、えー、やってる通りで、まあ、こういうような4つのもので、えっ、ー、と、ディクショナリーを作って、それをデータフレームで、えっ、ー、と、サンプルアンダーバーデータアンダーバー PD という変数、データフレーム型のオブジェクトを作るというようなことを、えー、します。ただし、今回の場合は、えっ、ー、と、このアトミックウェイトに関しては、 えとちょうどネオンの値とオキシジェンの値が、えー、と分からなかったと、まあ、データが欠けていたというようなケースを作ります。でデータが欠、えー、けているというようなものを、えーと、欠損値を入れるために、まあ、この何杯の何という関数を使って、np. 何っていうものを、まあ、np. 何というものをえと使って、 えっと、欠損値がここにあるよっていう、えっ、ー、と、n p 点 a n っていう値をここに掘り込んでおきます。で、これが、まあ、ここの値が欠損しているっていうことを意味するものになります。で、実際に、えっ、ー、と、ここで、えっ、ー、と、サンプルアンダーバーデータアンダーバー pd っていうものを出力してあげると、えっ、ー、と、ちょうどアトミックウェイトの、えー オキシジェンに対応するところとネオンに対応するところで何というふうなあ欠損値があ出ているというのが出、まあ、力値としても、まあ、見えてきます。ね、次に、えーとまあ、この中で欠損値があるのはどこかというのを知るためし調べるために、イズ・ヌルというふうなあメソッドを、えー、使います。 何、まあ、ていうのは、まあ、ヌルともい言いますので、えっと、これこれ、いずヌルていうのを判定するっていうことを、まあ、印味するような名前なんですけども、えっとまあ、こういうふうにやってあげると、えー、このバリューのところが、何ていうものが入っているかどうかで、えっと、ファルスかトゥルーかで、えー 判定されるとということになります。例えば、12345678910っていうのが、このアトミックナンバーっていうところに入っているわけですけども、どれも欠損値ではありません。なので、全部ファルスっていうものが入っています。で、アトミックウェイトのところも、最初の1 0 4 0 0 6 9点点点というところらへんは、えー、とちゃんとした値が入っているので、えっ、ー、と何ではありません。なのでフ、ファルスファルスファルスっていうふうに入っているわけですね。えっ、ー、と、 そして、えっ、ー、と、このところに、ようやく何っていうものが現れるわけですけども、ここで、えっ、ー、と、ようやく true っていうふうな判定が出てきます。で、他のところも、まあ、一緒ですね。えっ、ー、と、欠損値ではないところには、フォルスっていうふうなものが、えー、書かれるということになります。で、次に、それを、えっ、ー、と、さらに集計していくっていうことを、 えしますが、えっ、ー、と、あすみません、四角がこの下ですね。えっ、ー、と、カウントしてみます。どうするかっていうと、イズヌルの後ろに、さらに、えっ、ー、と、サムっていうメソッドを、えっ、ー、と、使い、えー、使うことにします。で、このサムっていうものを使うと、えっ、ー、と、何が入っている数をカウントする。要するに、えっ、ー、と、この各カラムの中において、 えっと、トゥ、えー、トゥルーが何個あったかっていうのをカウントするっていうことをやるようなものになります。したがって、アトミックナンバーのところ、アトミックナンバーのカラムでは全部ファルスなのでゼロです。で、えっ、ー、と、アトミックウェイトのところは、えっ、ー、と、7番目と9番目の、インデックスでいうと7と9のところにトゥルーっていうものが入っているので、えっ、ー、と、2個トゥルーがありましたっていうことになります。数を数えす で、ケミカルシンボルと、えっ、ー、と、エレメントネームに関しても全てパルスなので、00ゼロゼロと出ているということになります。まあ、こうやって、え何、ー、が入っている数をカウントするということも、えっ、ー、と、できるっていうふうな技があ、使えますよっていうことになっています。まあ、以上で、えっ、ー、と、今日の、えー、メインのところは終わりなんですけども、最後にまとめとして、 えっと、見ておき、えー、もう一回、えっ、ー、と、まとめをしておこうと思います。で、えっ、ー、と、今回はモデリング、機械学習の前処理に便利なライブラリーをまあ紹介しました。Pandas っていうライブラリーを紹介しました。で、えっ、ー、と、データの加工処理ができるような、まあ、えー、ライブラリーになっていて、データの抽出とか検索とか計算とか、そういうものが、 やりやすいようなツールになっていると。ライブラリーになっているとで。今回は特にデータの削除だとか、結合、マージだとか、集計だとか、相当だとか、それから欠損値の判定、欠損値を見つけるとかということを、えー、勉強してみました。はい。今回はここまでにしたいと思います。